だ。俺はもうダメだ。俺はここに残る。ヤシロ、お前一人で行ってくれ。バカ、言わなくな。デマトイの俺と一緒だ。一緒じゃお前までやられる。お前だけは助かってくれ。お前にはおしずさんという人が待ってるんだ。いいから俺を置いていけ。行け。バカ、命をつまずりするな。立つんだ君たち。生きて日本に帰るんだ。今ちょっと飲めないんだな。これもらおうか。いや、すまんな、待たしたかな。だな。いやいや、こんばんは。隠さんでもええが、闇の手入れじゃありゃせん。この人に用があんじゃ。はい、毎度。ひろりさん、一体どうしたんですか、こんなとこ呼び出して。足の一杯くれ。はい。あんた、戦友の消息尋ねとったな。ええ、そうです。はい、どうぞ。名前は？ヤシロ。トラった。ひろりさん！失礼。わかったんですか？わかったんですか？
なぜ止めなきゃいけないの？面白いじゃないの。奥様、お藤は八谷さんに気があるの？惚れてるんだったら惚れてるってはっきり言えばいいのにね、山本さん。世間じゃこのうちのことを化け物屋敷って呼んでるそうね。黙ってご期待に沿わなきゃ悪いじゃない。やめろ、やめろ、やめろ。切るならこの俺を切れ。金田一、何者だ。絶対邪魔すると貴様も切るぞ。どうだおい、切れるもんなら切ってみろ。そう、殺してやる。うわ、母さんか、話によく聞けよ番頭。俺は何が何でも古神の娘と結婚するよ。ちょ、待って。あちらか。いいから君は向こう行け。出てけ、殺すぞ。あんな虫からには何言っても通じませんよ。どうだ、もういいよ。話せへん、勘弁せんの。大丈夫か。おう、父さん、その方はこっち。直樹、八千代はあんな男に取られていいのかも。お前も老いぼれたもんだね。あんな孤独の一人も料理できないんだもんね。ああ、本気じゃないからだよ。そうかしら。私は強い人が好き。男は何と言っても強くなくちゃ。ねえ山さん。化け物屋敷かい。私が大化け物だって言いたいんだったらはっきりお言いよ。ねえ、言いたいんだろ。ありよ。うるさいわね、みっともないわ、やきもちなんて。おしずさんと一緒に幸せに暮らしてるとばかり思ってた。おしずは空襲で死んで、もうこの世にはいなかった。じゃあ会津じまいか。そうだったのか。残念だったな、あんなに会いたがってたのに。やしろ、どうしてここにいることが分かったんだ。うん、こそ泥だよ。1ヶ月ほど前にこの屋敷に泥棒が入ったそうだな。被害届がお前の名前で出てたのを知り合いの警察が見つけてくれたんだよ。あ、そうか。じゃあお前兵隊に行く前の仕事に戻ったんだ。確か私立探偵だった。うん。いや、どうも性に合ってるらしくてな。どうぞ。寅さん、直樹様がお呼びです。あ、すぐに。金田一、待っててくれ。すぐに戻ろう。しかし今日はなんだ、取り込んでるようだから、日を改めていずれまた出直すよ。遠慮するなよ。久しぶりに会ったんだ。すぐに戻ってくれ。待っててくれ。うん。ちょっと。はい。
さっき庭で見かけたんだけどね、ほら、頭に鉢巻きした人、あの人最近ちょくちょく新聞に出てる八谷小一っていう画家じゃない？そうです。どうしてここにいるの？八千代嬢様が結婚するって連れて見えたんです。お嬢様の婚約者か。あら、トラさんたらお客様置き去りにしてひどい人ね。あ、私八千代、このうちの娘です。あ、僕金田一康介と申します。金田一さん。ああ。お見えになっていきなりびっくりなさったでしょう。いやいや、まあ昼間からお酒なんか飲んでみんな知らんですわね。またすまない。忙しいんじゃないのか？いや、俺の部屋でゆっくり話そうか。なあ、立ち入ったこと聞くようだが、君はこのうちとはどういう関係なんだ？いや、門構えだけは矢に立派だが、中じゃ殺すの殺されるのって真っ昼間から日本刀振り回してる。君の悪い家だな。刀を振り回したのが僕の叔父なんだ。頭が上がらなくてね、学費を出してもらったから。いや、おしずさんのことはよく聞いたが、君に大金持ちの親戚があるとは知らなかったよ。ここは叔父の家じゃない。叔父戦国鉄之進はこの家の執事だ。それで君の仕事は？叔父といとこの直樹はここの財産を管理してるが、まあ手伝いだよ俺は。作ろうか。ああ、すまん。この古神家は岡山の丘陵地に膨大な山林を持ってるんだ。叔父がやり手で戦後の混乱にも財産を守り抜いた。だから絶大な家権を叔父は持ってるんだ。なるほど。それで叔父さんは息子の直樹さんと八千代さんを一緒にさせようとしていたところ、あの八谷が割り込んできた。それでさっきみたいなことになったんだな。まあね。じゃあお家乗っ取りっていうわけだったのかな？いや、そういうわけにはいかないんだよ。八千代さんには腹違いの兄森江っていう人がいるんだ。腹違いって？先代は森江さんのお母さんが亡くなると八千代さんのお母さんを後妻に入れたんだ。現在古神家を統率している奥様だ。複雑な一族なんだな。おい、命が惜しかったら出てけ。俺は可愛いお前の妹の亭主になる男だぜ。もうちょっと大事に扱ってくれてもいいんじゃないのか。許さん、お前となんか結婚させん。あれ、どうして？八千代はこの古神家の娘だ。お前みたいなどこの馬の骨ともわからん奴にやるわけにはいかん。まあ諦めるんだな。八千代がうんって言うかな。八千代の方が俺に結婚してくれって頼んだんだな。八千代、貴様。おっと、参った参った。お前の親父は
お前と八千代を一緒にさせたくて俺を切り殺そうとしやがるし、これじゃあ命がいくつあっても足りんよ。命が惜しかったら出ていくんだな。あいにくだな。こうなったら意地でも八千代と結婚するよ。誰が尻尾を巻いて逃げ出すもんか。八千代、お前は一体どういうつもりなんだよ、こんな男と。ええ、八千代、私が誰と結婚しようとお兄様には関係ないでしょ。達也さん、行きましょう。直樹、金大地君に今日からしばらく滞在してもらうと思うんだ。どうだろう。金大地、頼む。そうしてくれないか。うん、まあ僕は構わないけど。八谷君がいる限りまた何か起こるかもしれないよ。金大地君は私立探偵なんだ。うん、まあうちは居候の一人や二人増えたって別にどうってことはないよ。兄弟愛っていうのはなんだか恋人でも取られるみたいだ。なんだかムスはね。あら、ねえ、雷様が鳴ってる。いや、なんかこうすっきりすることってないかしらね。一思いに殺しちまえばよかったのに。私は刺激の強いことが好き。あら、陽本さん、どこ行ってたのねえ。ん、俺が、うん、うん、怖いわ、陽本さん。ヨモさんが雷さんを連れてきた。八千代も八千代だよ。汚いな、ほんとに。あんなゲスな男連れてきて。私の娘なのよ。ああ、男に見境がなくて困るよ。お前と同じ。だって親子だもん。何が何でも直樹さんと一緒にするつもりなの。でも反対なの。うん、古神の娘と戦国の息子が一緒になることがこれは一番いいことなんだよ。古神の奥方と番頭様がくっついたみたいにかい。使用人の分際で主人の未亡人をてめえの女にしてだ、この家を牛耳りやがって。わしがおるぞ、先代の弟のこのわしが。お前みたいなごくつぶしに何ができるんだ。このわしがいなかったらな、古神の家ってどうなってか分かってんのか。おい、小作な。八千代と直樹をくっつけてこの家をぶん取ろうったってそうはいかねえぞ。うん、長男の森江が。まさかお前たち森江のことを。おい、まさかってなんだよ。森江なんかお前と同じの同じだよ。二人一生飼い殺しにしてやる。まるでお通夜みたい。みんな何を考えてるかよく分かっていてよ。やっちゃん、
八谷のことはほっといた方がいいよ。あいつは嫌がらせをしてるんだよ。あの人は私のお客様よ。私お食事上に持っていくわ。君が持っていくことないよ。大藤に持っていかせるから。やっちゃん、いろいろあって意地になってるのよ。私が行って眺めてくるわ。鍵を閉めて呼んでも返事をしなかったんです。私が行けば鍵を開けるわ。開けとけよ、寅さん。あいつが何かやったのか。お兄様やめて、やめて。お兄様、あの人嫌いよ。もう婚約は取り消すわ。騒ぎもたくさん。どこにある？俺の部屋に隠してあるよ。もっと安全なところへ隠した方がいいよ。八谷君はあの通り見境がない。みんな恨んでる上に八千代さんに嫌われたとなったら何をするか分かんないよ。もしあの日本刀を使ったら大変なことになる。ダイヤルの番号は寅さんしか知らないし、鍵は俺が持つ。二人が揃わないと金庫は開かない。これなら安心だろう。誰だ？なんだ、お藤さんか。こんな夜中にどうしたんだ？あの、八谷様からお水を持ってくるように言われまして。勝手なやつだ、全く人騒がせな。八谷君、まだ起きてるの？いいえ、休んでいらっしゃいましたから、そっと枕元に置いてきました。ご苦労さん。じゃあおやすみ。おやすみなさい。Thank you.
一郎さん。八千代さん、どうしました？八千代さん。おはよう。おはよう。いい天気だ。なあ八代、このうちは本当にどうかしてるな。まだ昨日のことにこだわってんのか。いえ、八代さん無遊病だな。見たの？この辺り歩いてたよ。あんなことよくあるのか。俺が見たのは二度くらいだ。いつも見てるわけじゃないから、うん、夜のことはあれは何も覚えちゃいないんだろ。夢と同じらしい。覚えててもぼんやりしてるそうだ。他には八千代さんだけか。知らないんだ八千代。気に障るかもしれないが、ここは君のような人間のいるところじゃないな。君はここにいるのは学費を出してもらった恩返しなのか。そうでもないが。じゃあ義理立てることもないだろう。君ならどこ行ったって立派に生きていけるよ。こんな家にいることはないぞ。それはおしずさんを失った君の気持ちはわかるが、今からでも遅くはないよ。ここ出てまともな生活をしろな。やり直せよ。君には分かってもらえんかもしれんな。復員してあの一面の焼け野原に立った時、俺は生きる望みを失ったんだ。あの時死ななかったのは不思議なくらいだ。三日三晩飲まず食わずで立ち尽くした。それからあとの一年は乞食とかっぱらいでどうやら死なずに済んだ。どうしようもないそんな時にいとこの直樹と巡り合い、ここへ連れられてきた。俺はここで息を吹き返したんだ。君の言う通り、この屋敷には得体の知れない妖気がある。侵入者の君が見た以上のドロドロしたものがよどんでる。いつ何が起こるか分かりゃしない。俺だって不安なんだ。それでもここにいるっていうのか。俺には親兄弟もない。あんな叔父でもかけがえのない身内なんだ。それは俺だっていつかここを出たいと思ってる。ずっといるようなところじゃないよ。よくわかってるんだ。君の心配ありがたいと思ってる。いや、余計なことを言っちまったようだ。あの戦場を生き抜いてきた君だ。どんなことも切り抜けていくだろう。これは金に任して母屋と一緒の時に建てたらしいが、今じゃ荒れてるよ。入っていいかい。
し。どうしたよ、八代。ああ足むげえことするな。何も首切ることはなかろうが、絵の具をつけて芸術家みたいな格好して一体何者かな。この辺りあるんか。着てるもんは八谷小一って男のもんです。割と有名な絵描きです。と絵描きの八谷小一。ひよりさん知ってるんですか。うん、去年の9月頃な、ある事件で会ったことがあるんじゃ。八谷小一、大馬参上。ありがとう、ありがとう。目撃者は大勢おったんじゃけどな、誰も八谷自身も素性がわからんちゅうんじゃ。それでまあお見合い入り。右太ももに大きな傷跡があるな。そうですね。はあ、右太ももに傷か。八谷小一に間違いないな。死亡時間は解剖しないと正確な時間は分かりませんが、今のところ昨夜の11時ごろ、死因は分かりません。首と手首の切断には鋭利な刃物を用いてます。何したあんた、キツツキみたいに。え、どうした。凶器はひょっとして日本刀。日本刀。何ぞ心当たりあるん。金大臣、まさかあの刀のことじゃ。え？刀あるな。当たり前ですよ。九時半以後ずっとあったとしたら、凶器はこれじゃないな。死亡推定時刻が11時頃だとしたら、こっから出してまた入れるっていうことは不可能じゃな。おっしゃる通りです。これが凶器だなんて全く動画してますよ。ひよりさん、ちょっと刀抜いてみせてください。血だ。嘘。嘘でしょ。驚かそうったってそうはいかないわ。どうぞ。お嬢様、あの警察の方がお呼びですが。
時シャワー浴びるから用意して。はい。どうしたの？わかりません。昨夜のことは何も覚えてません。あなたはね、犯行時刻に現場へ行っとるんですよ。ということはじゃ、強行現場に居合わせた可能性もあるんですぞ。せや覚えとらんの一点張りじゃ、わしは納得できませんな。私、病気なんです。夜歩く無遊病、ご存知でしょう。まあな、それもわしも時々寝ぼけますけど、ひどいもんですな。いや、それにしてもじゃ、あんたよりによって犯行時刻に歩き回るっていうのはどういうことですかな。知りませんわ。知りませんって、あんた悲しゅうないんですか。殺されたのは婚約者でしょうが。え、どういうこっちゃこりゃ。やめなさい。かかりにも人が死んでるんだぞ。何言ってんの。昨日は殺したがったくせに。お前さんの思い通りになったんじゃないか。お祝いしなくちゃね。バカな男だよ。昨日出てったら殺されないで済んでるんだ。お前さんがやったんじゃないのかい。冗談じゃないよ。なんでわしが殺すんだよ。堀江がおらん。ええ、いません。家族も使用人も今朝から誰も顔を見とらんと言ってるんですよ。部屋探してみ、遺留品か何か掴めるかもしれん。ところで、八谷と森江さんの仲どうだったんですか。森江さんが八谷を殺して逃げたんですか。いや、そこ質問しとんのはわしなんじゃよ。二人の仲どうだったんですか。八千代を奪い合って憎み合っていました。奪い合う。しかし森江さんと八千代さんは兄弟でしょうか。千石さん、どういうことですかこれ。え、森江さん、妹の八千代を愛していました。兄が妹。お兄様。八千代、俺がどうしてもお前が欲しい。どうしたの、お兄様。好きだよ。好きなんだよ、自分。やめて。せいじゃ八千代さん、あなたと森江さんとは血のつながりがのうて。直樹さん、あんたと二人は兄弟だったのか。違う。え、いや、そういう噂があっただけです。
どうしたんだ。旅行カバンがありません。旅行カバン？森江様はいつもここに置いて見えたんです。外出着もありません。何？あのなあ金田一さん、この解剖の結果によるとじゃ、胃の内容物の消化状態は食後2時間じゃな。9時過ぎに八千代が運んだ食事を取ったとみられるな。八谷の部屋には食べ残しがあったもんな。とにかくまあ八千代のスリッパと日本刀についてた血痕はいずれもガイシャの血液じゃな。しかしその死亡推定時間に凶器の日本刀は金庫の中にあったんですよ。うん、それは出してまた入れたんかもしれんな。そんなことはできるのかな。僕も立ち会ったんですが、暗号を知ってるのは八代だけで、鍵は直樹君が持ってた。そうでしょう、日和さん。凶暴じゃ。いや、今のところ八千代と森江の線が濃厚じゃけどな。これは全員が凶暴したとも考えられるんだよな。とにかく得体が知れんな。みんな何か隠しとんじゃこりゃ。警部。ん？警部、岡山から出てきたと言ってるんですけどね。お願いじゃ、亡くなった森江様に一目合わせて使わせ。お願いじゃ。森江？あんた誰じゃ。はい、森江様をお育てしたおばあでございます。森江様ちゃん、首がないのになんでわかるの。わしにはわかるんじゃ。あの右の太ももの傷跡、わしにはようわかる。太ももの傷跡。じゃあ森江さんも太ももに傷が。僕、金田一光介です。戦友八代虎太を小金井の古神家に訪ね、2年ぶりで再会した日に、あの世にもおぞましい事件は起きたのです。古神の美しい娘八千代をめぐって、婚約者である画家の八谷小一、八代のいとこ千石直樹、八千代の腹違いの兄森江、この3人の争いは殺気立っていました。深夜、庭をさまよう八千代の幽霊のような姿を見た翌朝、八代と僕は男の首なし死体を発見したのです。右太ももの傷跡から、殺された男は八谷小一であり、犯人は失踪した森江と断定されたのです。ところが森江の乳母の証言により、殺された男は森江の可能性も出てきました。森江の右太ももにも八谷小一と同じような傷跡があったというのです。
八谷小一ちゅう人は全然知らんけど、森江様を殺したやつは知っております。犯人知ってるさるんかい。しかしな、殺されたんが森江さんじゃとしたら、犯人はどうしても八谷以外考えられんけどな。そこがあいつらのつけ目じゃ。そう思わせるように仕組んだんじゃ。あいつらっていうと一人じゃないと。一人じゃありゃせん。森江様を殺したのは先代の未亡人のお竜と番頭の鉄之進じゃ。目かけ上がりのお竜と番頭の戦国鉄之進はご先代様のご存命中から一目もはばからぬええ仲じゃった。あいつら古神家の財産を自分らのものにするために森江様が邪魔じゃったんじゃ。森江様を殺した犯人はお竜と鉄之進じゃ。ほんまじゃ。早くあいつら捕まえて死刑にして使わさ、森江様の敵を取って使わさ、どうぞお願いします。まああんたの気持ちはようわかるんじゃけど、わしらとしても証拠がないとな。悪知恵の働くやつらじゃ、証拠は隠したに決まっとる。私の言うことはほんまじゃ。まあ、あの首かな、指紋のある手首か、どっちか見つかったら身元はっきりするんじゃけど、それが見つからん以上はあの首なし体を森江さんと決めるわけにはいかんのですら。何と言われようとあれは森江様じゃ。沖田さん、森江さんの右太ももの傷跡ですがね、いつどんなふうに怪我をしたか教えてくれませんか。あれはピストンで撃った傷じゃ。ピストル？日和さん、八谷の傷もピストルで撃たれて。うん、女にピストルで撃たれたんじゃ。森江さん誰に撃たれたんですか。去年の7月頃ご自分で撃ってしまわれたんですわ。私が手当てをしましてな、一人でお歩きになるまでに2ヶ月ほどかかりましたんじゃ。うん、けどその間家族の誰かが怪我に気づいてもおらんですか。誰も森江様のことなど心配すりゃあせん。森江様のお身の上を案じてたのは私だけじゃからの。そんな私をみんながうるさがって岡山の本宅へ追っ払われたんじゃ。ああ、もう一つお聞きしてんじゃが、森江さんは本当に妹の八千代を愛しとったんですか。調べによりますとは、どうやら血のつながりはないっちゅう噂ですな。八千代はお竜と鉄之進の子でした。間違いないですか。おお、八千代には古神家の血は一滴も流れてるし。辰之進は自分の娘と息子を結婚させようとしているってことになりますね。そんなことはできる。できるわけない。それができる。戸籍じゃ古神八千代の戦国の名前じゃから。あの男は兄弟じゃ、ご主人の奥様じゃろが何でもする男なんじゃ。人の道に外れたことしても何とも思わん人間なんじゃ。北馬場はあなた方に何があるんですか。知りませんけどね。殺された男がね、森江だろうと八谷だろうと私関係ないですよ。それがね、あれだけの奇怪な事件が持ち上がって世間様を騒がしたこと、これはまあ言いたいことはそれだけですか。というと、あなたまさか私のことをお疑いになってるんじゃないでしょうか。とんでもない。
私がなんでね、森江を殺さなきゃならんのですか。いや、四本たちなのかな。いてもいなくても、古神の財産ってのは私が預かってきたんですから。先代が亡くなってから13年か、ね。私がいなかったらね、古神の石はとっくに潰れたんですよ。しかしですね、森江さんは仮にも古神家の当主ですよ。主人が殺されたかもしれんちゅうのに、あんた関係ないっちゅうんですか。まあ古神にふさわしい葬儀を営むことにしましょう。けどね、あれが森江なんでしょうね。葬儀出した後でね、実は蜂屋だったらちょっと困りますからな。八千代さんはあなたと未亡人の間の娘だという噂がありますが、本当ですか。北馬場が言ったんですな。八千代さんはね、先代の娘さん。世界でもお前の兄さんの奥方だった女だよ。気安く呼び捨てにしないでくれ。あの時警察に何遍も聞かれて覚えてることはみんな話しましたよ。まあまあまあ、まあ、そう言わないで座って座ってね。で、女の方から花に行こうって誘ってきたんだね。そうです、有名なキャバレーですからね。この女酔っ払ってどうかしたんじゃないかって最初は本気にしなかったんです。一緒に気をつけてくださらないか。いいですよ。どっか飲み行きますか。じゃあ花へ行きましょうか。え、あの有名なキャバレーの。そうよ。私のおごりよ、おじさん。えい、お勘定一緒にね。いいかもだってわけでホイホイついてったんです。女も僕たちもだいぶ酔ってたし、顔も服装もぼんやりしてどうしても思い出せないんです。でもダイヤの指輪だけはよく覚えてます。キラキラとすごく光るんです。八谷小一の作品ですか。ええ、絵って、これ何の絵かな。わしはさっぱりわからんけど、なあ、大したもんじゃな。君わかる。ちょっとわかりません。アホ、わかるって分かってた顔すな。うなったりして紛らわしいからな。
誰にもわからないところに価値があるって言うんです。誰がそう言うん？これを書いた八谷君です。どうも。八千代さんにせがまれて高いお金を出して直樹が買ったんです。じゃあその八千代さんっていう人は絵が好きなのか。好きなんじゃないんですか。八千代さんの部屋に八谷が描いた絵が何枚かあるはずです。私八谷さんの絵が好きだったものですから、新聞でお怪我のことを知ったとき思い切ってお見舞いに行ったんです。はじめまして、古上八千代と申します。私新聞で先生のお怪我のことを知りまして、お見舞いに伺いましたの。あ、そう。それはわざわざどうも。いやいい色だなこのバラ。あなたのお好きな色ですか。え、お気に召していただけるといいんですけど。いや本当にいい色だな。私先生の絵が大好きで、ずっと前からお目にかかりたいと思ってましたのよ。お前たち飯でも食ってこい。あら、私はいいんですのよ。本当によく来てくれたね。ゆっくりしてってくれよ。いいんだろう。それじゃあ、あんたの方から会いに行って婚約したんかな。まあ、沖田さんの証言で分かったんじゃが、森江さんの右太ももにピストルの傷跡があったことあんた知っておりますか。知りません。まさかそんな。でも。でも何ですか。そういえばお兄様、片足を引きずるような歩き方でしたわ。あなたはあの死体をどっちだと思いますか。八谷さんですか、森江さんですか。お兄様ですわ。どうしてわかります。沖田がそう言うなら間違いありません。いいえ、あれは八谷様です。おお、なんで八谷様だと分かったんじゃ。あの傷跡、八谷様が女に撃たれた跡だと言って見せてくださったんです。傷跡？傷跡を見せてくれたのか。ええ。おお。それであんたは八谷だと思ったの。間違いありません。森江さんに八谷さん、うまい具合に厄介払いができたじゃないか。バカ、わしじゃないぞ。絶対に誰も殺しちゃおらんぞ。おい、そう無気になると余計怪しまれるよ。でお前まで疑ってんのか。おい、うん、やだね。せっかく人がいい気持ちになってんのに、うん、しっかり押しよ。手を休めなくたっておしゃべりぐらいできるじゃないか。お前ね、人間ね、どうせ一度は死ぬんだもん。人のことなんか構っちゃいられないよ。お父さん、入ってもいいですか。ああ、お帰り。また警察が来たんですって。まあ、人騒がせな話だな。いや、新聞が書き立てるんで警察も焦っておるんだよ。お父さん、死体が森江さんだとしたら。ああ、殺されたにしろ殺したにしろ森江はもうおしまいだな。いや、お前が八千代と結婚しておったら、あんな八谷小一なんて男はこの家へ来ることはなかったんだ。そうよ、直樹さんが逃げ切らないからこういうことになったのよ。お父さん。え、なんだ。やっちゃんと僕は兄弟じゃないんですか。
まあそんなこと考えてたの？バカバカしい。つまらん噂真に受けるな。直樹さん、安心なさい。八千代は先代の娘よ。母親の私が言うんだもの、間違いないわよ。いや、いや、しかし、やっちゃんが夜歩くのを見たんです。夜歩くってそのとか。ええ、僕はこの目で二度も見たんだ。
それじゃ僕も。ちょ、あんたまで入ることなかろうが。水が濁ったら困るんじゃ。警部、何かありました。何？どうした？何があったんじゃ。はい。なんか。なんかじゃありません。いいから上げてみ。はい。あ、どうぞどうぞどうぞ。犯人はこいつですよ。いや、ちょっとお待ちせ。仙石さん、昨夜のことでちょっとお伺いしたいんですけどな。話すも何も覚えちゃおらんのです。死は無誘病なんですよ。多分それが出たんでしょう。おー、無誘病。しかしまあ、無意識にしろ何しろ全然覚えてないんですか。でもなんで池行かれたんですか。わからん。しゃばっくりんな。大きな声。自分が隠したのを確かめに行ったんじゃねえか。あった、おもたち。しかし覚えとらんだけじゃ済まんのですけどな。あそこはあの恋の巣なんですよ。父はよく行きました。以前無誘病が出た時もあそこに行ったんです。おお。で、あの無誘病っていうのは時々出るんですか。ええ、まあへへ、あまりにも都合よ出すぎますな。ということはですな、よもたちの言うように確認に行ったとも考えられるんですな。バカ、警察はね、こんな男の言うこと信用するのか。戦国、お前ももうおしまいだ。森江を殺して古神の財産を乗っ取ろったって、そうは問屋は下ろさないぞ。なんだとこの極潰し。まあ、落ち着かせ。犯人のことは警察で突き止めますからな。なるほど。それじゃ あの犯人の目星ついてるんでしょうな。ええー、まあな。いや、聖者から昨夜のことをお伺いしとんでしょうが。そんなことじゃねえ。いつまでたっても犯人を挙げられませんぞ。警察なんか当てにならんよ。金太一さん。はあ。あんた私立探偵だそうだがね。金はいくらでも出すからね、早く森江殺しの犯人捕まえてくださいよね。頼みますよ。ああ。やっちゃん、俺だ。直樹だよ。どうぞ。あちはどこにいるんだい。知らないわ。八谷がどこにいると私にはもう関係ないわ。しかしやっちゃん、あの晩八谷とあの離れで会ったんじゃないのか。直樹さん、私が誰とどこで会おうとあなたには関係ないでしょ。私、八谷とは会わなかったけど、お兄様とは会う約束をしたわ。え？私、お兄様の言いなりになるつもりだったの。お兄様、私を八谷に取られるくらいなら、二人とも殺すって。で、言ったのか、森江さんとはもう。行きやしないわ。どうしても行けなかった。私が八谷をここへ連れてきたのは、お兄様に私を諦めてもらうためだったんだもの。
どうしてもダメだった。諦めるどころかご覧の通りだったわ。お兄様が八谷に殺されたのは私のせいよ。私がお兄様と会う約束さえしなかったら殺されてなんかいなかった。私が殺したんだわ。やちゃん落ち着くんだよ。今度は私が殺されるんだわ。大丈夫だよやちゃん。きっとそう。今度は八谷が現れた。誰がポロンポロン弾いたんか思ったな。こんなとこおったんか。なあ金太一さん、あの八谷小一っちゅうのは何者かな。あれだけ有名なやつなのにどうも素性が割れんのじゃ。森江を殺して逃げた疑いは濃厚なんじゃけどな。なあ、あのキャバレーで八谷を撃った女何者かな。あれどうなったの。あれさえ見つかりゃな。指輪をはめてらっしゃいます。それは外出の時だけじゃなく家の中にいる時もずっと。はい、他の指輪をなさる時もダイヤはお外しになりません。あ、八千代さん小型のピストル持ってたかな。そんなものお持ちじゃありません。そう、八千代さんはお部屋です。朝食も召し上がらないんですよ。仕上がらんつってどっか具合でも悪いんか。森江様の首が出たって言うんで驚かれて。ありがとう。八千代さん、あの日和じゃがちょっとお伺いしたことありますんじゃ。八千代さん、八千代さん、八千代さん。金田一、おかしいよ。ん、争った跡が。ひよりさん、口弁じゃな。字だ。はあ、八谷。ん、八谷。どうしたんですか。八千代さんがいないんだ。なんだって。八谷がここへ忍び込んだらしい。ちくしょう、なんてつぶといやつだ。やっちゃんは八谷に脅迫されてここを連れ出されたんだ。いや、あんたね、まだそうだとは。いや、そうですよ、そうに決まってますよ。だからとっさに口目で知らせようとしたんだ。ケムさん、ハチを捕まえてください。ヤチさんが危ないんです。いや、まあまあ、仮にそうだとしてもだ、ヤチオさんにあれだけ惚れとる男じゃまず殺されることはあるまい。そうじゃない、殺されますよ。ハチはヤチさんに自分は四人衆様の子孫だと言ったそうですよ。四人衆様の子孫。トラさん、話せよ。
岡山の郷里に四人衆様という神社があるんです。ここに祀られている四人の百姓は今からおよそ200年前、古神家の作詞に反抗して惨殺されたんです。この四人の子孫は領主の古神家とその家老で直接手を下した戦国家を代々呪い続けてきたと言われているんです。四人衆の子孫と言われた人たちはもう誰一人村には残ってないし、誰も行方は知りません。すると八谷がその子孫で、200年前の先祖の恨みを晴らすために森江さんを殺したというのか。いや、森江さんばかりじゃない。村の奴らの言い伝えじゃ、僕と八千代は、古神と戦国の人間は全員殺されるんだ。全員？八谷に八千代か。キャバレーの女が八千代さんなら辻褄合うんだがな。動機があるか。まだそこまでは。もし八千代じゃったら、八谷と共謀して森江を殺した。さっきの話の四人衆の子孫だということになれば、八谷が八千代を脅迫してたってことも。それじゃ八谷が八千代を脅して自分を出したんか。そうとしか思えないですね。森江さんを殺しておいて自分が殺されたかのように偽装する、そのために同じ右太ももを傷つけておく。偽装か。いずれにしても八千代が鍵を握ってることだけは確かだ。ん？何なら。おお、病院の領収書じゃな。3日前の日付ですよ。無遊病の治療費かな。これは大金だな。手術か入院でもしたよな。ほんまじゃな。よし、調べさせてみよう。警部。八千代はどこにも見当たりません。何？八千代はどこにもおらんのですよ。バカモン、あれほど目を離すなと言ったじゃろうが。お言葉を返すようですけど警部。何？戦国鉄門神を見張れという命令を受けましたが、八千代を見張れと。ちゃ言うな。ちゃちゃ。何？ちゃちゃって何ですか。つべこべ言うな、チコちゃん。はい、さらに。はい。何？ほんまかそれ。ちょっと待って。ぴったり、太田。ちょっと待って。もう一回繰り返すぞ。いいか？胴体の死亡推定時間と一致したんじゃな。それが分かったんじゃな。いやいや、そうか。いや、どうもご苦労さん。首と胴体の血液型同じだったそうじゃ。詳しい報告書が来たら見せていただけませんか。あのな、病院を調べた報告書じゃ。無駄骨じゃった。若い女が入院しとったんじゃけどな、直樹に問いただしたら、何でも遠い親戚の女の子じゃ言うとったぞ。山田花子29歳。こっちはそんな、それどこじゃありゃせんわ。あんた、森江の葬儀を岡山の本宅でやるっちゅうんじゃ。容疑者全員に行かれてみ、こっちはお手上げじゃが。それでどうするつもりですか。もちろん足止めじゃ。いや、ひよりさん、それはまずい。なんでじゃ。この事件は東京じゃ解決しませんよ、僕の考えじゃ。それはどういうこっちゃ。つまり八谷と八千代が向こうへ行っているんじゃないかと。また何か起こるよな。いや、僕の勘ですがね。もう一人の女か。
山田ね。そう、山田花子、ぜひ会いたいんですがね、そうそう、退院になってますよ。退院？昨日突然保護者の方が見えて退院なさいましたよ。昨日？え、あれ、保護者は誰ですか？戦国直樹ってなってますね。そうですか。しかし退院させたのは別な人でしたよ。何でも親戚の人とか言ってましたわ。早くしてくれ、早くね。お藤連れてくれよかった。もう不自由でしょうがないわ。まあ、トラタとお藤は東京で留守番してんだからわがままいち困るよな。私も東京に残ればよかった。おい、他のやつじゃないんだぞ。森江の葬式なんだよ。お経なんてね、足がしびれるからやーよ。客の手前もあるからね、頼むから来てくれね。森江は本妻の子よ、私には関係ないわ。お前様ちゃんとお勤めしなきゃね。仮にもご主人森江様のお葬式なんだから。誰だい？あんたかい？なんだ、誰もいないのか。直樹さん、東京からお藤呼んでちょうだい。いや、勝手な真似しちゃ困るよ。警察だってバカじゃない、必ずここへ来る。それにね、八谷だってこの辺りをうろついてるに違いないんだよ。おとなしくしてろよ。ほとぼりが冷めるまでじっとここに隠れてるんだ。ああ。エッチャン、トランプでもしようよ、ね。
ここに祀られている4人の百姓は今からおよそ200年前古神家の作詞に反抗して惨殺されたそうです。四人衆の子孫と言われる人たちはもう誰一人村には残っていません。何かあったんですか？どうしたんですか？いや、僕は怪しいもんじゃありませんよ。はい、分かっております。隣村の駐在に、応援を依頼しました。何しろこちらね、一人でしてね。お待ちしております。不在。いやいや、こっちのことでありません。でもね、それは十分心得ております。それじゃあ、失礼しますが、はい、はい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 。大変だ。うざいな、お前。電話なのに。だって大変だと。あいつだよ。何？おい、ちょっと来い。先日から村を怪しい者がうろついとるちゅう通報が相次いとるが、それお前か？いや、僕は金田一康介っていうもんですが。金田一だ。はあ、金田一。岡山県警から連絡を受けております。失礼しました。いえいえ、どうも。なんじゃお前は、早よ行けんの。早よ。古神で何かあったんですか？それが先ほど古神家の裏庭で男の変死体が発見されましてな。誰ですか？それが東京で殺された森江さんそっくりの姿でしてな。僕、金田一康介です。東京小金井の古神家で発生した首なし死体事件は、はじめ当主森江が妹の婚約者八谷小一を殺害逃亡したものと思われました。しかし池の中から森江の首が発見されたことにより、八谷こそ真犯人である可能性が強くなったのです。八谷がキャバレーで狙撃された事件にまで遡り、捜査が進むにつれ古神家の入り乱れた愛憎関係が浮き彫りにされてきました。僕はあることから狙撃事件の犯人は古神八千代だという確信を得たのですが、八千代はいち早く逃亡してしまったのです。さらに調査を進めるうち、とある療養所に山田花子という戦国家ゆかりの不思議な女性がいることを突き止めました。そして舞台は岡山の山村へ移ったのですが、そこで待ち受けていたのはまたもや首なし死体だったのです。直樹、八千代さんをどうするつもりだ？
警察へ話した方がいい。このままずっとかくまえると思ってんのか。俺は八千代を警察と八谷から守ってみせるよ。警察はともかく、八谷は何をするかそこが知れない。現に四本さんを殺した。どうなっても知らんぞ。だから協力してくれと頼んでるんだよ。やっちゃんがここにいるのを知ってるのはお前と俺とお藤だけだ。お藤にはよく釘を刺しといたから大丈夫だ。お前も言うな。もし警察に言ったらただじゃ済まんぞ。お前誰のおかげでここまで来れた。親父と俺には義理があるはずだ。分かってるよ。やっちゃん、ふてくされてるが、内心じゃ怯えてるよ。八谷はゆうべ八千代を狙ってここへ来た。おそらく、よもさんに見つかって、よもさんを殺した。その男の人相は。人相？いや、それは、それは聞いとらんの。しかし年格好とか長い顔だとか丸い顔だとか、たくさんの人が見てるんだから何か特徴があるはずですよ。いや、それはわしも職務じゃから尋ねることは尋ねた。いや、それがのみんな暗いとこで会うたり遠くから見かけたりで、捕まえどころがないんじゃよ。何してるんだ。こっから出ていくわ。バカ、もう警察が来てるよ。のこのこ出ていったらたちまち捕まっちまう。だって私怖いのよ。よく考えるんだよ。ここが一番安全だよ。ハチはね、君がここを出るのを待ってるんだ。ハチに捕まったら殺されるよ。首を切られるなんて思っただけでもゾッとするわ。やっちゃん、だって八谷はお兄様とおじ様を殺したのよ。今度は私の番だわ。やっちゃん、俺がついてる。君には指一本触れさせやしない。絶対守ってやるよ。直樹さん、優しいのね。本当のお兄様のような気がする。ありました。おう。お藤さん。まあ、金田一さん。来てたのか。いや、八代と東京に残ってるのかと思ってたよ。金田一さんこそどうしたんですか、わざわざ東京から。僕は探偵だからあっちこっち歩いて調べるのは商売だ。じゃあ四方田さんのことを調べにいらしたんですね。四方田？
やっぱり八谷様が殺したのでしょうか。ん？あの、皆さんがそうおっしゃってます。僕にもまだわからないんだよ。でも探偵さんでしょ。八千代さんのことだけどね。早く行かないと沖田さんに叱られますから。お藤さん、お藤さん、お藤さん。金田一、八代、お前も来てたのか。お前こそどうしたんだ。いや、びっくりしたよ。直樹からお藤を連れてすぐに来いって電報が来たんだ。何か用でも。お龍様がお藤を呼べと言ったらしいんだ。まあ、お藤一人で汽車に乗せるわけにもいかないから、俺もついてきたよ。うん。お前は？まさか直樹はお前にも電報を打ったわけじゃないんだろう。ああ、僕は八谷と八千代さんを探しに来たんだよ。あ、なるほど。こっちへ来てると踏んでたのか。うん。八千代さんは知らないが、八谷はこの辺りのどっかに潜んでるよ。ああ、しかしこんなに山深いところとは思わなかった。何だろう、あの音。この上に滝が流れてるんだ。ああ、滝の音か。こんなことがなかったらゆっくり見物に案内できたのにな。残念だな。金田一さんにも話しましたんですがな、八谷小一というのはこれは偽名でありまして。ほう、じゃあ身元を割れたん。いやいや、しかし八谷というのは、足くれたんやろ。八谷というのはですな、古神と戦国に恨みを抱く四人衆様の子孫に間違いありませんのじゃ。そもそも四人衆様というのはですな、得意そうに言わんでめえ、その話は聞いとんじゃよ。すがちょっとこれじゃね。そげえなこと、村の者は全部そう思っております。いよいよ先祖の恨みを晴らす時が来たと。よもさんを最後に見たのはいつかって言われても、あの、いや、あのな、遠い昔のことをお聞きしてるわけじゃないんですからな。昨夜のことをお尋ねしとるんですぞ。あのね、あの、お魚を釣ってきたって言うんでね、三人で飲んだんですよ。ほう、その三人っちゅうのは。あら、野暮なことをお聞きになるわね。あたくしとあの人とよもさんですよ。お魚を焼いた時にね、やけどしたんですって。大げさに包帯なんか巻いちゃって。でもね、よもさん、あれでなかなか可愛いとこあるんですよ。いやいや、もう結構ですわ。あら、もういいんですか。いいんです。じゃあ、どうも。もうすまんですな。指に包帯か。それにしても、なんちゅう女かな、あれは。仙石さん、あなた死体をご覧になりましたか。まあ、もちろん見ましたよ。すぐ四方田氏だってことがお分かりになったんですか。いや、分かりませんよ。あ、あのね、首がないものね、あんた、見てすぐ分かるはずないでしょ。いや、だけど、あのね、あの、指の先にあの包帯を巻いておったんでね、ですぐ分かったか。指？じゃあ、あなたが見た時には手首があったんですか。ということは一体どういうことなの。あの死体にはね、首と一緒に手首はなかったんですよ。手首。戦国さん、あなたが死体をご覧になった時の状況、詳しくお伺いしましょうか。あの首がないのには気を取られてたんですから。で、手首がないのは
気がつかなかったな。でもな、あんた今指に包帯巻いとったと言ったでしょ。いや気がつかなかったな。気がつかなかった。鉄の神明とぼけやがって。あの男が死体見た時には手首あったに違いないな。僕には首と手首を切り取ったのは同じ人間の仕業じゃないような気がするな。それじゃあ星は二人いることになるな。しかしすぐに読もたしとわかるもん。わざわざ首と手首切ることなかろうに、星はどういうつもりかな。一つだけ目的があったんですよ。どういう？八夜の犯行だと思わせること。ちょっとあれは八夜の犯行じゃないな。そういうわけかな。それが分かりゃ苦労しませんよ。金太さん、こんな夜中どこ行くん？おしっこ。目が覚めとらんのじゃ、足くじいたな。大丈夫ですか？いや、それは大丈夫だけど、どうした？ほら、八千代ですよ。屋敷のどっかに隠れてたんだ。やっぱりそうか。金田さん、あれ見てみ。
私の狙いは外れとるわ。たとえ四人衆様のたたりが本間じゃとしても八千代を殺すとは思わなんだ。僕も同じですよ、ひびさん。一体誰が何のために何のために殺すのか見当がつかんのじゃ。保釈首切るの趣味しとんかな。いいこげんひれえとこじゃ。みんなくまなく探したとこで首も遺留品も探すのは大事じゃが。ひよりさん、なんなら、うん？なんでここにあるんかな。八谷の亡霊か。ひより警部、大変じゃ。どうした？県警からの連絡ですら。これだと。山田花子、隣村の山田花子会商員に在住。ちょっと凶器ナタの指紋は、なんで女んとこ行かねえかのじゃ。腰は割れたっちゅうのに。僕の勘に間違いなかったら真犯人がわかるんですよ。真犯人？ええ。いや、しかしじゃ、四方田氏殺害に用いた凶器、つまりナタについたって指紋が割れたんじゃろうが。まだ本星がおるっちゅう。それを確認に行くんです。山田花子に会えばそれがわかると思いますよ。警察の方でしょうか。ああ、そうですら。あの二個目の駐在さんから連絡がございました。おう。あの方が山田花子さんでございます。え？しとやかな静かな娘さんです。ちっとも手がかかりません。話をしてもダメなんでしょうか。はい、全然おしゃべりにはならないんでございます。ということは。あ、そうそう、独り言でただ一言、ごめんなさい、シズは悪い女です、とだけ。シズ。集まれだなんて、八谷が捕まったとでも言うの？警部、これで全員集まりました。そう。はい。いや、皆さん、わざわざ集まってもらってすまんですな。一体何だって言うんですか？聞こうじゃないですか？いや、実はですな、度重なる殺人事件の真相がようやく分かりましてな。犯人が分かったというのは誰なんですか？いやいや、それはまあわしの口から言うよりも金田さんから説明してもらいましょう。金田さん、頼みますが。ああ。最初から順を追ってお話ししましょう。その方が分かりやすいと思います。まずこの事件を混乱させ僕を悩ませたのは、
八谷小一の存在でした。僕の推理によれば、小金井の離れで八代と僕が発見したあの死体、あれは八谷だったんです。そんなバカな、僕は八谷の姿を見た。いや、現に昨夜だってやっちゃんを追いかけて殺したじゃない。いや、それは、これです。これを身につけたら誰でも八谷になれます。じゃあ八谷はどこにいるんですか。ですから、八谷氏はすでに殺されてます。しかしあれは確かに森江さんだ。そう、首は森江さんでした。胴体は八谷君だったんです。八谷の胴体の死亡推定時刻は午後11時前後という解剖結果が出ていますが、本当の死亡時刻はもっと早く、午後7時前後です。僕がそれを確信したのは、凶器の日本刀が金庫に収められたのをこの目で見たからです。刀を収めたのは食事が済んだ午後9時過ぎ。浴槽金庫を調べた時、刀はそのまま金庫の中にありました。しかし取り出した刀には被害者の血液がついていた。とすれば、刀は金庫へしまう前に使用されたと考えねばなりません。そこで引っかかってくるのは死亡推定時間です。八谷の胃の内容物の消化状態が摂取後2時間経過ということだったんですが、僕は八谷が9時に八千代さんが運んだのと同じ料理をもっと早い時間、例えば5時に食べたと仮定してみました。この時ドアの中には誰もいなかったんです。解剖された時のことを考え、あの時間に食事をしたと思わせるためだったんでしょう。八千代さんは持っていた食事を自分で食べ、自分で着物の袖を引きちぎり、八谷に乱暴されたと見せかけた。いいですか、思い出してみてください。応接まで喧嘩があって以来、誰も八谷氏を見た人はいない。こう考えてみると、八千代さんが夜歩いた無遊病の謎も解けました。八千代さんのスリッパの血痕はあの時についたものだと思わせるためのお芝居だった。しかしお藤のことはどうなんですか。あの晩12時頃、八谷のところに水を持って行ったのを俺たちは見たじゃない。そうです、そこなんですよ。僕は八千代さんが犯人もしくは共犯者だという確信を深めたんですが、どうしてもそこが納得できなかった。富士さんはなかなか本当のことを言ってくれずに手こずったんですが、お富士さん、ちょっと上がってくれませんか。話させてもらうよ。実はあの晩、お富士さんは八谷の部屋へ忍んで行ったところを僕らに見つかって、とっさに嘘をついたんです。お藤さんは部屋には一歩も入ってはいなかった。ドアを閉めて出てきたふりをしたんです。どうしてお藤が八谷とできてたっていうのか。そう、それはじゃな、我々の調査によると八谷は足の怪我を誰にも見せなかったんだよ。ごく親しい女性以外はな。それをお藤さん知っとった。そうじゃな。森江さんの殺害はちょうど八千代さんが無遊病で歩いている頃、屋敷のすぐ裏にある荒れ寺の栗の中で行われたんでしょう。どうしてそんなことまでわかるんだ。うん、いや、それはな、東京からの連絡でな、寺の境内から森江さんの胴体と八谷さんの首が発見されたんじゃよ。
もっとも二人の血液型同じでな。僕振り回されたわ。さて次にどうしてもわからなかったのは四方田さんの殺害でした。この村へ来ていきなり首なしの死体を見せつけられ、僕は本当に戸惑ってしまった。しかしそれはすべて指紋が解決してくれました。四方田さんを殺害したのは千石さん、あなたですね。バカだ、でたらめだ。わし知らん。千石さん、あなたは指紋を拭き取ることをお忘れになったようですな。あの凶器のなたにはあなたの指紋がベタベタついておりましたぞ。あなたと四方田氏は流行奥様を挟んで年中いがみ合っておられた。四方田さんの殺害は僕の想像ですが、こんなことじゃなかったんですか？もっ、なんだろ。あなたは森江さんの首を切った八谷を思い出し、四方田氏の首を切って八谷の犯行に見せかけようとなさった。嘘だ。お父さん、嘘ですね。そうですね。あなたは死体に手首がないことを聞いて大層驚かれましたね。千石さん、黙っとるとこを見るとあなた犯行を認めたことになりますな。私は知らないよ。だいぶ酔ってたからね。戦国がどんなことをしたんだか覚えてないわ。お前もバカだね。何も殺すことなかったのにさ。悪いよ。私を巻き添えにするのは堪忍しとくれ。やっと戦争は終わったし、これからたっぷり面白い目をしたいんだから。堀江さん、あんたって人は。本当のことを言ってください。お父さん。なかった。話を元に戻しますが、誰が八千代さんに無遊病の真似をさせたり、また八谷のいない部屋に食事を持って行かせたりしたのか、また何の目的で殺害したのか、僕にはどうにも分からなかった。正直言ってお手上げでした。山田花子という女性が見つかるまではね。直樹さん、ご存知ですね。そう、あなたが病院に入院させた女性ですよ。しかし最近隣村の会商員に預け替えた人がいるんです。八千代、君だね。山田花子、本当は君の最愛のおしずさん。この事件の犯人は八千代、お前だ。動機は
おしずさんを犯し発狂させたいとこの直樹さんへの復讐。どうだ、お前が犯人だ。いや、しかし。そうなんです、直樹さん。死んだはずの蜂屋が村の中をうろつき、この屋敷にも現れました。あれは八代だったんです。八代はお藤さんと一緒に遅れてきましたが、実は八代はその前に一度おしずさんを伴ってこの村に来てるんです。隣村の会商員におしずさんを預けた後、これを身につけ蜂屋になりすまし林の中を歩き回った。そして何食わぬ顔をして帰郷した。君が東京を留守にしたことはお藤さんから聞いたよ。ゆうべ君は蜂屋になりすまして直樹さんをおびき出した。八千代さんのすぐ後は蜂屋が追い、その後直樹君、そして最後に僕たちがいた。あの時蜂屋になりすました君が岩陰で長歌とルパシカを脱ぎ捨て、さも一緒に追ってきたような顔で現れた。しかしなぜ、なぜ君は八千代さんを殺したんだ。いえ、虎太、どうして八千代を殺した。八千代の死体の前でお前を殺すつもりだった。お前は、俺は復員してからおしずを探し回った。やっとおしずのことが分かったんだ。俺はお前に復讐するために今日まで生きてきたんだ。計画は念入りに練って、まず手始めにお前の愛する八千代を手に入れたんだ。嘘だ、お前なんかと八千代は、お前なんか無理やり俺のものにしたんだ。お前がおしずにしたようにな。八千代お前の妹なんかじゃない。血液型を調べる知識ぐらいあっただろう。はっきりするのは怖かったのか。えちくしょう、無遊病も俺が歩かしたんだ。おしずさんがサナトリウムに入ってることを君に話したのは八千代さんだね。八千代も女だ。一度つながりができると俺の言いなりだった。直樹さんの女の居所が分かったわ。サナトリウムにいるんですって。少しおかしくなって。サナトリウム、直樹さんが無理やり言うことを聞かせたもんだから気が変になったんですって。世間ではこのうちのこと化け物屋敷だって言ってるの、虎田さんは知ってる？こんないやらしい古神と戦国の地なんて、私死んでしまいたい。何にも残らずにさっぱりするでしょうね。やってみるか、化け物退治。殺しだよ。なんですって？自分が死ぬなんてつまらないじゃないか。みんな殺して二人で涼しい顔で暮らすっていうのはどうだ。何言ってるの、虎田さん。他人を殺してその首と指紋のある手首を切って自分の身代わりにするんだ。やめて。そうすればこの古神の家ともおさらばだ。
殺してやる。きっと殺してやる。八千代さんはその人は君の最愛の人とは知らないまま君の計画した犯罪にずるずると引き込まれていった。その八千代さんを殺したのも直樹さんを苦しめるためだったのか。八千代さんの娘心を踏みにじってまでお前は自分の復讐がしたかったのか。人の命を。全て君の推察通りだ。君は鉄の神と八夜の人情沙汰の真っ只中へ俺を訪ねてきた。俺は日本刀を凶器にして君を俺のアリバイに利用することを思いつき、かねての計画を実行することにした。お前が殺人を犯すまでの過程が今は手に取るようにわかるよ。あの苦しい戦場で生死を共にした俺にはお前の立場や思いが自分のことのようにわかるんだ。負け戦が続き、敗走に敗走を重ねて俺たちは戦場の中を逃げ回った。あの時おしずだけが生きる支えだった。俺にはおしずとの生活があればよかった。やしろ、人を殺せばお前自身もおしまいなんだ。しなければおしずさんとの生活ができた。おしずさんは生きてたんだ。この平和な日本で十分幸せに暮らせたはずだよ。やしろ、あの地獄の戦場から生きて帰ってきたのはそのためじゃなかったのか。生か死かの狭間で君の言った言葉、今でも僕の耳の底にこびりついてる。命を粗末にするな、そう言ってお前は俺を助けてくれた。お前だけは助かってくれ。お前にはおしずさんという人が待ってるんだ。置いていけ、俺を置いていけ。バカ野郎、命を粗末にするな。ごめんなさい、シズは悪い女です。どなた。おしずさんのことは心配するな。僕が面倒見させてもらう。
金田一。おしずを頼む。戦友じゃ、まあ、あんたにとっちゃ辛い事件じゃったな。Yeah.